はい、遠藤さん、はい、スピキン最終戦、予選が無事終わりまして、はい、今予選無事3本終わりまして、少しインターバルで時間があるので、はい、ちょっとピットウォークなんかもですね、行ってみたいと思って、ね、今ちょっと練習走行時間なので、そうですね、ちょっと行ってみたいと思います。ゴリラさん、はい、どうですか、調子の方は。はい、全然ダメです。あらららら、らいっぱい練習します。いっぱいこっちが練習してください。いらっしゃい、ありがとうございます、はい、そんな感じ、みんなもゴリラさんも頑張ってます。あ、せめるお父さん、ありがとうございます。びっくりです、またどこでもいる、どこでもいる、大有名なこの金髪の人を見れば、はい、知ってる人が多いと思います。鈴木さんいました。どうも、鈴木です。鈴木さんです。いつもどこでも来てくれま す, そうです。僕はこの前三重県の IFS で会いました。あのスピキン、これでもう、しょっちゅう大宮ネクスト、よく覚えてますね、やたべで参戦ですよね。そうですね、あ、そうです、あの、そうです、そんな覚えていただいて、じゃあ来年もフル参戦してくれるということなんで、今後も期待です。出没でフル参戦をお願いします。今後も期待です。いろいろありがとうございます。はい、僕もさっきあの X にあげたら、どこでもいるよって。さっきラーメン食べてたら普通に後ろにずるっていて、ね、おかしいでしょみたいな。なんかやってました。原田さん、ありがとうございます。ブラジル代表です。ね、なんかね、あのライブにブラジルの方からコメントがめっちゃ入ってるんで、ね。そうなの。そう。あ、本当ですか。だから関係あるのかもしれないです。あとで見てあげてください。動画なんで、ブラジルのお友達にポルトガル語でお願いします。どうも。ダイブですか。これ録画ですか。ポペソクタスキーノブラジルスピーキングトゥルトムザキダイヘセネチヒヨヘハラダイエイスDetalhes da série a gente vai postar no blog, tá? E quem quiser saber pode passar comentários. 一応あのスピードキングツアーで世界でもブラジルの方たち、はい、あのこうあのどういうあのレグレーションとかを皆さんに教えてあげてたらいいかなと思って。おすごい、ついにスピードキングブラジルラウンド行けるかもしれないね。ちょっと行くの遠いね、みんなで。いや、あの81の世界戦はブラジルのチームマネージャーやられてます。あの鈴木さんがいるから一緒に行けばいいですか。ブラジル、ブラジル、ブラジル行けますね。いや、ポルトガル語で言ってもらったんでね。鈴木さんドア2ドアでブラジル行けるんで、鈴木さんはすぐドアね、はい、開けたらブラジルドアで。ありがとうございます。いや、ワールドワイドになってきたね。さすがですね。ちょっと今日は内陸の空模様なんですが、そうね、室内全天候型で、もしかしてスピキンスタッフに雨男がいるんじゃないか。本当ですか。これもしかそっちじゃないの。いや、あ、そのいる、あれが雨男じゃないの。ああ、クリちゃんね、サボってんの。いや、あ、いや、まあでも、まあ今日はあのスクパーでよかったね。本当ですね。あ、これは若たくさん、今ちょっと動画撮らせてもらってました。ちょっとリーダー今、圧倒的4位でございま す,、はい、ます。ちょっと、一つここ厳しいな、はい、いいですかね、はい、今日珍しく硬いですね、走りが。あの柄にもなく大変緊張しておりまして。ですよね、かなり硬い走りを見させていただいております、はい、結構来てますよね。毎回来てますね。ですよね。表情もね、いつになくね、硬いよ。で、まあ、これがレースです。そう、これがレースなんです、ね、やっぱりこう、はい、リーダーで追われるとやっぱり ね、 追ってくときって、そう、追ってく方が気が楽なんです。今回追われてますからね、特に若者ですから、グイグイやってますからね。ち、まあ、結構年の差ありますよね。ありますね。あるね。25ぐらい。いや、あいつ遅かったんですよ、はい、先週まで、はい、うん、つまんねえからって言って、うん、あのアドバイスして、はい、たら抜かれちゃった。まあ、まだこれから決勝ですからね。そう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 、あの最後前でゴールした方が、ね、もうこれ本当面白いですよ。チャンピオン決まった時のリアクション期待しますよ。そうっすね、はい、泣き崩れる。表彰式まで一応正式に発表しませんので、ね、レース後発表はしませんので、ね、一応ね、自分たちの中で決めたいです。わかりました、はい、よろしくお願いします。練習走行いってらっしゃい、はいはいはい、修行していきます。はい、若田さんでした。今ね、若松さん、今回シリーズリーダーなんですが、2番手の川島選手ね、はい、川島修が今回すごいいい走りしてるんで、ちょっと川島修にも話聞いてみたいと思います、はい、川島修も、はい、いましたよ、飯食ってましたよ。お、ちょっと聞いてみましょうか。お食事中、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、今ポイントリーダーの若拓選手にお話を聞いてきて、今回川島修が速くなりすぎてしまったと言ってました。仕上がりいいですね。
車は最高です、ね、最高。今回矢田部ラウンドに向けていろいろテスト、調整されたんですか。そうですね、10月のラウンドレースあたりから、はい、ずっとほぼ毎週来てて。おーすごい。なんですけど車全然自分で合わせられなくて。なるほど。で一昨日あの千代子の姉川君に、はい、車いろいろ合わせてもらってやっとこのタイムでした。で一番この大きく変更してビッグチェンジかわからないんですけど、よっかったとこ何かありますか。もう、まあ、ちょっといろ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 すっげーいろいろやってもらって。なるほど。まあとりあえず自分の思うところで、そうですね、なんかもしもおすすめポイントがありましたら、今まで自分の車って、ちょいリア荷重ぐらいの車でずっと走ってたんですよ。はい。この車めちゃくちゃ前荷重だった。っていうのがまず、あ、本当だ。いやすごい前にウェイトを積むっていうのがポイント。はい。前にウェイト積んで、後ろで旋回するような車。なるほどね。なんでその運転のシフトに丸くつかかる。なるほどね。動きが全然変わるもんね。やっと運転できるようになる。じゃあ具体的にはウエイトを置いて、あとはここにもバンパーの中に 10g 入った。なるほどね。そこが今回のカーペットセットのポイントとかもしれないです。じゃあちょっとあのカーペットセットで悩んでる人はバンパーの重さですね、ここはチェックですね、まあ、あといろいろあると思いますけど。さあじゃあこの後決勝始まります。まあ、予選の順位的には前になりました。今回まあライバルはね若田ですけど、このまま今の、ポジションをどうするか作戦考えてますか。正直なところ、まあ、後ろの吉さんめちゃくちゃ速いと思う、はい、まあ、速いというか上手いので、はい、まあ、スタート、まあ、あの普通にスタートして、まあ、あの吉村さんについていければあれついてく、ついてく。2番手、3番手が吉田ね。えだからその前後の車にうまく守ってもらいたいな。なるほどね。4番手が、あれ、タクちゃん5番手か。4番手ね、そうだね。ちょっとその辺のレース展開が楽しみだと思うので、ぜひともね、こんな感じでやっていきましょう。あ、声優どうですか。微妙ですか。ラーメン食べてないんじゃないですか。ラーメンはちょっと控えてます。体調の体調を考えて、まあ、あの今回あのカーペット初レースなんですよね。はい。そんな中ポジションは何番でしたか。5番は。じゃあ目標のポジションとはどうだったんでしょうか。あでも正直ここまでこれだと思ってなかった。まあ良かったな。じゃあまあ決勝に向けてですね、はい、この前の人をついていくのかどうするかですね、まあ、始まってますか。ここではついていけたら抜かせるぐらいは。なるほどね。ワンちゃん狙いながらついていけたら、はい、ぜひともお願いします、はい、お願いします。あこんな感じで TC1 クラスももう盛り上がってる中で。暑いですね。暑いです。じゃあさっき出前がちょっと出てよし行こうと思っていないんで、はい、あとどうしようかね。まあこんな感じでやってながら、まあ、本当今回ねいっぱいお客様多く見てて、ポールが、TC1 のポールが翼くん、翼に今日は聞いてみましょうか、はい、ね。TC1、見事3ラウンド全部、はい、トップ取りました。準備横物の翼、おめでとうございます。何かもしも、車の方で説明できることがありましたらお願いいたします。自分の場合はまずシャーシはソリッドのアルミシャーシを使っていて、あとはタイヤグルー、ショルダーグルーをがっつり。この辺までもうここら辺までもうじゃあもうトレッドに行くぐらい。そうです ね、 ね、はい、もうここはもうあの皆さんあの基本です。瞬間をタイヤに塗るのがカーペットのハイグリップでは基本です。これはぜひとも皆さんやってください。はい。あとはあの足回りもとにかくよく動くようにして、うん、面圧をかかりすぎないようにして上げるっていう、うん、なるほど。じゃあ具体的にはショックオイル柔らかくとか。そうですね、ショックオイル柔らかめのバネ柔らかめみたいな。ちなみに何番ぐらい。自分は今375って思う。375、はい、バネは。バネはアクソンさんのあ、ソフトレート、はい、前後前後です。でも基本的にもう足は柔らかく、はい、なるほど。まあもうホームコースでもあるんですけど、はい、今回は練習はかなり。そうですね、結構1ヶ月半ぐらい
やらせていただきまして、今日来るはずだったギンギンさんに、そうだよね、可能な限り追いつこうかと、うんうん、まだその中で今回いろいろみんなが近いところで戦ってるね。そうですね、なかなか油断できなくて、川島も早いし、ジュも早いし、はい、ヨシもいるし、そうですね、決勝は面白くなると思うので、はい、ですね、ぜひともよろしくお願いします、はい、あ、今回モーターファントムなんだね。あ、そうですね、モーターファントムの RPX、 なるほどね、まあ、これは横もドライバーです、ね、横もドライバーですね、はいはい、ここは動くんですか。ここ動いてます。あ、はい、動くんだ。うん、じゃあ、まあ基本ノーマル。そうですね、ほぼノーマルって感じですね、はい、メインシャーシがソリッドになって足柔らかくっていうのが翼セットですね。はい、イレブンのアルミの、うん、ちょっとね、ここだけ当たっちゃいそうになるんで、ね、少し崩す。はい、じゃあぜひ決勝頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。翼からです。綺麗です。はい。ありがとうございます。ちょっと遠征組ウツボさんとかにもね。あ、ウツボさんね。はい。ウツボさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。去年はパーツがなくなってリタイアという、はい、そうでした。悲しいレースを僕はよく覚えておりますが、はい、大丈夫ですか。今年は今日の目標達成です。あ、決勝に出るのが目標。ちょっと待っててください。あ、なるほどね。そうですよね。はい、まだ生きてます。よかったです。今回はいつもの ARC。そうです。ありがとうございます。はい、今回も皆さん仲間を。そうです、ありがとうございます。これはチーム何になるんですか。チームウツボ。チームモンデルスです。あ、チームモンデルスですね、はい、そうなんです。そうなんです、ね、じゃあどうですか、矢田部はこのやっぱり環境とかいかがですか。なんか思うとあ、楽しいですね。やっぱ普段カーペットやる機会があんまりないんで、年に1回、年に1回ぜひ。ありがとうございます、はい、またあの来年も違った形かもしれませんが、はい、やりますのでぜひ、はい、ぜひ、はい、皆さんどうぞ。他のラウンドもぜひ。はい、わかりました。他のラウンドもぜひ。他のラウンドもぜひ。Tシャツもぜひ。どこも皆さんにね、Tシャツもすごく購入いただきまして、ね、いい感じでございます。いいです。あ、いつもの話だね、これ。あ、車車、あ、そうだね、はい。なんか悔しがってたタイガーさんです。同ポイント7、9になって平井です。栄光の B ポーです。分かんないですよ、立ち上がればいいんですから。終わるの大嫌い。トップスタートだから普通に走れば大丈夫ですよ。普通だと思う。だよねっていう人です。あ、まあ、あのタイガー、タイガーって言われてるんでね、この人がタイガーです。いじられキャラです。決勝 A メイン、自力 A メイン目指して。自力もないから、立ち上がりから。自力 A メイン、立ち上がりで、よろしくお願いします。最後ちょっと、あ、どうぞ、行きよう。極めにちょっと最後、締めてもらいましょうかね。はい、最後、今日締めは極めにちょっと締めてもらおうかなと思いまして。さあ、もうミスタースピードキング、TC2 男。まあ、もう自分のポイント計算してると思うので、はい、だいぶ昨日より顔が表情が柔らかい感じなんですけども、はい、左打ちですよ。左打ちですか。もう楽勝だと。楽勝だと。そんなことはないです。今回の矢田部もいろいろ練習は、まあそうですね、はい、結構しました。マシンはいつものやり、はい、今回は矢田部用に何か対策されてきたんですか。まあ、まずは鉄板のアルミシャーシ、はい、やっぱもうこれは鉄板ですよね、はい、あと、はい、このゼロトライブ のローマントダンパスね。あ、僕ツイッターで見ましたよ、はい、X で、はい、でダンパもねバージョン2を早速買って、あとこのアクソンのこれにしてだいぶやっぱり強くなりました。そうですね、あの遠征機乗った時に、あの車がやっぱ乱れなくて、すごくこういうハイブリッド路線が効果がありました。じゃあ今回の中ではアルミシャーシと新型のゼロトライブの、まあそうですね、それが大きな一応、はい、なるほど。これダンパーはアクションの短いやつなんですか。そうですね、1点スラッシュ、そうですね、いや、あ、そうですね、あのスーパーショットビッグボア3、TRF ランパーよりちょっと SSBB より、いや、だいぶ短いですね、だいぶ短いですね、確か7ミリ短いですね。そんな短いんだ、はい、これバネはバネは、アクソンのフロント SLS の 2.5、 後ろが 2.55 です、ね、HLS、 また面白いセッティングがあって、はい、まあ、ちょっと柔らかめ、柔らかめですよね、はい、オイルは何番ぐらい。ピストンが前後 6穴の、
40番ですね、アクソンの、はい、全然柔らかく柔らかく仕上げて、まあそうですね、はい、はい、じゃあ最後、決勝まもなく始まりますが、はい、勝って終われるのか、まあね、楽しく終われるのか、ね、したことを最後、意気込みを、まあそうですね、予選の結果はまあ一応、うん、練習して一応やったタイムより良かったんですけど、それでもちょっとやっぱりトップとは若干差があるんですけど、まあちょっと最後まで諦めずについていけるように、そうですね、そして最後一応、はい、ガッツポーズ、いい形で、まあ、終われたらいいかなと、そうですね、はい、いやこれが最後の TC2 レースになると思いますが、まあ、そうですね、本当でいいんですか、来年はもう予定通り TC1 に昇格で、はい、わかりました、はい、お待ちしております、はい、じゃあ決勝頑張ってください、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます、はい、皆さんが温かい拍手が、はい、このチームいいですね、いいですね、このチームなんかみんないいですね、いやいいね、 TC TC2 軍団ですから、ね、2軍団、はい、皆さん TC2 軍団ありがとうございます、ありがとうございます、終わった瞬間何言ってか分かんないですからねちょっとマイク置いときましょうか、そうですね、やっと行ったよとか言われて、はい、まあそんな感じでね、はい、今回 TC1 TC2 とも楽しくやらせていただいております、そうね、まあやっぱつくぱはピットが綺麗で快適ですね、私もうこの環境、まあね、全天候型ですし、冬なのに T シャツでも入れれるし、ピットも綺麗、トイレも綺麗、本当この環境っていうのは日本一の施設かなと、ね、改めて使わせていただくと思いますね、今日だけで、ね、他のカテゴリーのお客さんたちも含めて、そうね、多分200人近くはいるんじゃないですか、全体的に見ると ね、 ね、上もいるし、そこでドリフトもいてフロードもいてなんで、この収容人数できるのはやっぱ日本でここしかないですからね、まあ、スピーキングやりながら他のカテゴリーも満員って感じだからね、で今回はね、あそこのビッグモニター、あ、そうですね、あれにね、スター様、はい、映ってるんで頑張りましたね、ちょっとね今止まっちゃってるんでね、はい、後で帰ってまた動かしていきます、はい、こういうのもね今回スタピオンがやってくれてるんで、まあ、ちょっと今のところちょいちょいトラブルありつつもなんとか中継やれてるので、すごいですよ、モニターもいっぱいあるのでね、そうね、いろいろ、はい、あちこちやってて、いやこれラジコンするには最高の環境だね、本当すごいです、ありがたいですね、ね、使わせていただいて、まあ、本当に皆さん盛り上げていきたいと思います、まもなく決勝が始まりますので、そうですね、なんとかこの決勝しっかり、皆さんで、盛り上げていきたいと思います、そうですね、まあ、2023年の締めくくりということで、はい、締めくくりということでやっていきましょう、はい、そうですね、じゃあ遠藤君、はい、今日はまあピットウォーク一旦このくらいということで、ピットウォークはこんな感じになりますが、この後決勝はしっかりやりますんで、そうですね、皆さんこの後はライブに切り替えて、はい、ライブ見てください、そうですね、まあ、これ多分後から出す動画になると思うんですけど、ね、はい、これに表彰式をひっつける感じになる、はい、あ、わかりました、はい、じゃあ表彰式もあるし年間表彰もトップ3やりますので、そうですね、はい、じゃあまあちょっと残り決勝気を引き締めて、よろしくお願いします、行きましょう、お願いします、はい、ありがとうございました、お願いします、完璧です、はい、ありがとうございます、はい、丸山さん制作のギア比結果、はい、ここ丸ちゃんだけ行きましょう、ちょっと江野君、ちょっと両方やって、今回これ、ね、作っていただきました、はい、これね、丸ちゃん制作のギア比結果、じゃあまず MR さんさんから、はい、行きましょうか、まず MR さんさんから、はい、はい、全開にしてください、はい、回します、はい、6.03 OK、じゃあちょっと丸山テスターで、丸山テスターです、これはバッテリー内蔵型です、なんですが、はい、モーターにセンサーを当てて、はい、お願いします、6.03 完璧です、あ、いいね、同じだね、同じです、ありがとうございました、はい、完璧です、丸山さん、とりあえず成功ですね、いやちゃんと動いてよかったね、MR33 よりバッテリー内蔵で手軽に車検ができるというね、いらっしゃいませ、あ、この人一番厳しいやった方がいいですね、一番緩くてもインチキしてる可能性がある、インチキしても勝てないですから、インチキしろって言われてるんだけど、モーター変わってますね、もっと速く走れて、速くていいからインチキ、あ、まずインチキです、お金払ってないです、あ、そうお金、お金どこにありますか、
あ、そうです。あ、なるほどね。はい、はい、じゃあこれでまず、はい、これでインチキお金の方は OK だ。お金の方はしっかりしろ。お金しっかりトランスポンダー番号大丈夫ですかね。83174 OK。 はい、じゃあ今ギアチェックいきます。さあ、不正があるか。すいません、7時50分なので方向交換してください。7時50分でお願いします。甘めですね。6.15。結構ね、これギリで見たんだけど。やけど。もう一回全開にして。やっぱ6.13。みんな 6.0 とか結構攻めてますよ。いや、俺、走で攻めるからいいですよ。違いますね。さあ、これも本当 6.1 か。全部。はい、お願いします。6.15、本当だ。同じだね。OK。攻めてないですね。安全運転。安全。はい、このギアチェッカー製作者ね、丸山さんです。まあ、僕昔あのラリー車の変態マシンでお世話になります。はい。さて、丸ちゃんが作った今回のこれは、はい、これは市販のセンサーなんだ。そうですね。あのディスプレイと、はい、なんていうんですかね、その CPU が一緒になって売ってるもので、この回転系。はい、を組み合わせて、で側はこれ 3D プリンターで作ったやつ、ね、そうですね。側とあとこっちの当てる方は 3D プリンターです。あ、はいはい、これは、モーターのマグネットのセンサーで、そうですね、モーターが1回転すると、はい、NS が切り替わるんですけど、はい、その切り替わったよっていうのをこの、センサーで検知してる。あ、はい、これでモーター回転数を拾って、こっちであのタイヤの軸速度回転数を測って、はい、でそこでまあ割り算するということね。あ、その通りです。はい、でこれでギア比が出てくるんで、でまあ MR33 のが今まで売ってたんだけど、こっちはだいぶお安くなるかもねという方向で開発中ということで、はい、であとはあれか、バッテリー内蔵式なんだよね。そうですね。なんであの今何もつなげてなくても、はい、まあ、まあ、だから単品にこれで車検用としてこれスタンドアローンで動くということなんで、いや、なかなか便利だね。そうか、まあ、じゃあまあちょっとこれが安く出せればね、あの全国のギア車検に役立ててそうということ で全然プログラムでいろんなことができますので、あ、はいはい、まあ、最高速度を出したいとかっていうのも全然このボタンを押せばモードが切り替わるとか、はいはい、ギア比だけじゃなくて、まあ、実際回転数とかあの指数入れて速度換算も全部できるってこと ね、タイヤの回転とか入れて、ああ、そうかそうか、それだとちょっといろいろ楽しみが広がりました。まあ、そういう声をちょっといろいろ聞いてまた反映したいと思います。わかりました。じゃあまあこの辺はまたね、形になってきたらまた説明を、はい、行きましょう。はい、ゴリラさんの車検です。はい、お願いします。6.03 とか3 OK です。ギリですね、いい感じですね。セーフです。さすがゴリラ、攻めてます。お願いします。みんなゴリラさん、これ新しいの小数点第2桁まで攻めてくるね。さすが。はい、というわけで今回は丸山くんが今試作中のギア比チェッカー、まあ、マルチチェッカーぐらいにしておきましょうかね。いろいろできるということで、はい、じゃあ丸ちゃんありがとうございました。はい、というわけで、まあ、今後来年のスピキンにはこれが改良版が出てきそうだね。はい、というわけで以上スピキンの車検会場からでした。スピードキングツアー予選2ラウンドが始まりました。そしてなんかエグザイル系のランページでしたっけ、あのミュージシャンの方々がねロケで見えてます。やっぱテレビ局のロケすごいね。はい、芸能人の方にねひろしくんがラジコンレースを説明してくれてます。ミュージシャンの方々にこのラジコンレースはどう見えてるんでしょうか。はい、スピーキン現在お昼休み中です。クリちゃん、俺のスライドショーなかなかいいね。結婚式スタイル披露宴、現在スライドショーをねスクーパーのモニターに映させてもらってます。いや、思いつきでやりましたがなかなかいいね。
いいね。さて俺のラーメンはそろそろ来るのかな。まだ来てない。だいぶ来てない。だいぶ来た。あ、混んで、時間帯的に混んでるんだね。塩ですね。ラーメン、まあちょっとお昼なんで混んでますね。トラッキングしたんで、クリちゃんがどこに行くか追っかける。すごい、やべえ、ズクリちゃん。あ、すごい。すごいよね。これね、面白いね。こういうの撮ってる。試しに撮ってるんだけど。じゃあ食レポよろしくお願いします。はい、とりあえずラーメン来ました。前田さんも食ってます。はい、スタッフでラーメン食ってます。順調だね。順調。これ新スタッフのまるちゃんもよろしくお願いします、はい、ごちそうになった。ああ、まるちゃんこれ食べちゃったもん。もうもうまるちゃん食っちゃったんで、来年前線帯同という恐ろしい罠が待ってるよ。なんかあの甘辛っぽで一緒に行ける距離だから。ああ、そうかそうか。じゃあ今後10年解禁症を目指して。はい、というわけでまるちゃんもう赤さけにしながらレースに出れるから。まあ、PC2 だけですからね、本当に赤さけに。さて、まあそんな感じなんで僕も伸びないうちにいただきます。はい、こっちの画面録画も OK だね。 OK。 それではお待たせいたしました。ただいまより PC2 クラス A ファイナルに日本の立ち直りをかけた10名の選手を順に紹介してまいりますので、お家に入ってください。さあ、この後行われますのが今シーズンのファイナルレース TC1 クラスの A ということになります。 TC1B の方がコースバーチャルとなりますので、よろしくお願いします。 TC1B の方で1、2が抜けますので、後ろからスタートしていった TC1B の、大島さんと奥本さんでもこれ前に出てますか。いいか、後ろからクラッシュ5人になっちゃうんですね。5人になっちゃうので、お手伝いもお願いしていいでしょうか。はい、ありがとうございます。1番ありがとうございます。それぞれカラーバーコードに入っていただきまして、1番と2番のところが入ってますので、お手伝いありがとうございます。今取らせてください。1分プラスクの男子がこっちの判断で、まあ、まだいけないな。今、レースなんで、A ファイナルの方が10名に参りますので、先ほどの TC2 クラス A ファイナルの人に、さあ、音楽を。ドラマがありますね。ドラマありました。はい、いや、今シーズンのレース終了お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いや、特に TC1 の最後の決勝は、2023年にふさわしい、ね、もうクリーンな超ハイレベルな、レースだったんではないでしょうか ね。いや、なかなかあの耐える姿もなかなかメンタル強かったし、いや、今回は川島選手のメンタルの強さで、まつ、ね、なおかつ今回後ろからスタートしているのは、柳澤選手は ね、まあ、ちょっとワールドクラスの選手になるん で、普段は TC0 なんですけど、ね、全日本2位の選手ですからね。世界戦でも表彰台ですからね。そうですかね、はいはい、やはり1枚上手なところもあるんですが、後ろからプレッシャーのかけ方っていうのは、ね、やはり国内トップドライバーの走り、ギリギリ当てない、ギリギリ当てない、なおかつこの会場を
盛り上げる走りっていうのは、今回でそのレースとしては川島選手が2位ゴールですけど、やっぱ3位の柳沢選手の非常なハイレベルなクリーンなバトルっていうのが今回の盛り上げに一番になったと思うので、また翼選手もさすが地元というか、そう、もう翼選手はもうスタートした瞬間にもう自分のペースをリズムをしっかりとって、もう淡々としっかりスタートしたらゴールはここっていうのを決めてるような素晴らしいレース運びでした。いや、じゃあまあちょっととりあえずレースは終わったんでね、はい、あとは最後今年締めくくりの表彰台という、そうですね、表彰式か、ここでやるんだよね、ここでやりましょう、はい、で前田さん終わりました、お疲れ様でした、ありがとうございました、素晴らしいレースでした、面白かったですね、素晴らしいです、最後まで、では続いて年間表彰を発表していきたいと思います。大体想像ついてるかと思いますが、また DC2 クラスの年間上位3名を発表させていただきます。年間6戦中の4000有効ポイントで合計48ポイントを稼ぎました、年間第3位小林豊選手、おめでとうございます。青と黄色です、ダブルエントリーです、頑張って盛り上げました小林選手。そして年間第2位は有効ポイント54ポイントを叩き出しました太田真奈選手、おめでとうございます。そして今シーズンは開幕前戦参加、あるレースではファイナルラップでショートカットやらかして大粒の涙を流した場面もありましたが、その後今となっては良き思い出かと思います。みんなが愛する年間シリーズチャンピオン、有効ポイント71番イケメン極め、おめでとう、結果的にぶち切っての年間71ポイント、おめでとう。それぞれハンデをお渡ししてますけれども、それぞれ選手の名前を持って後ほど郵送でお渡しするという説明を今させていただきましたので、ひとまず皆さんでカメラに収まっていただきましょう。はい、この笑顔でどうぞ。スマイルお願いします。じゃあ、はい、太田さん太田さん硬い、太田さん硬い、太田さん OK ですね、太田さん笑顔最高です、ごめんなさい、車と隣の両方持ってこうやりたいです。おー、なかなか注文がいろいろありますけどね、ということでよろしくお願いします。 PC1 の方もこれ参考になさってたらね、なんかよろしくお願いします。はい、目線こっちです。あ、あ、あ、車が下だな。はい、はい、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、いっぱい撮りますよ、いっぱい撮りますよ。いやー、なかなかいい笑顔です。よし、ちょっと肩上がらないかもしれないですけど、みんな若い、はい、こっち OK、 はい、おめでとうございます。ではですね、まだ終わるのかな、少ないね、すげえ、はい、キー、おめでとうございます。1500万円1500万円らしいものが入ってるので、じゃあ年間さん、上位の話に行きましょう。まずは今まで選手から行きましょう、ちょっと立ってください、このままでね。さあ、改めて年間シリーズチャンピオン、あ、ありがとうございます。今年は絶対取るという思いでしたね。はい、そうですね、うん、いかがでした。そうですね、ちょっと、うん、初戦のスラージラウンドはちょっと、まあ、うまくいかなくて、それ以降、まあ、ちょっとなかなか思うようにいかないところもあったんですけど、まあ、1年を通してなんとか、まあ、まとめきることができたので、まあ、良かったと思います。いや、どうしたもんね。そうですね。ちょっと、冷静さが高かったと思うんですけど、それはちょっと、マジルの未熟だったと思います。はい、ただ、今となっては、真ん中に立てました。この思い。はい、非常に嬉しいです。ということで、最高の8位、イケメン川選手、おめでとうございます。そして、第2位、大田選手にも伺います。ベテランらしい、1年間。ありがとうございます。この2位の、立ち位置いかがですか。まあ、こんなに一番がいいんですけどね、でも参加していると感じることがすごいですから、まあ、大体でも見ちゃってこっちも見るんですけど、今日は見るんですけど、見るんですけど、これは感動が多いです、楽しいです。これを言うと来年こそは真ん中に目が上がります。
はい、ということで第2位おめでとうございます。そして小林選手はダブルエントリーで年間に盛り上げてくれる選手なんですが、この走りいかがですか？皆さんすごい速い人ばっかりなので、まあ、一生懸命やらないとなかなか気分も上がらないんですけど、まあ、ない力を取って一応ですね、まあ、頑張ったデカなのかなと思いますが、まあ、もうちょっと周回してたら、まあ、頑張って皆さん頑張ってよろしくお願いします。また新たな気持ちで来シーズン期待しておりますので、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、以上、上位3名の選手に私はおめでとうございます。後でちょっと住所と名前と関わるので、明日はフェイスブックやって続いてですね、1位クラスの年間シリーズ上位3名を発表させていただきます。もっと因縁これになるかもしれませんけれども、まずは年間シリーズ第3位からいきたいと思います。年間第3位は総合ポイント442戦2勝の吉村翼第3位。これは意外でした翼が突っ込んできた感じです。そして第2位はこちらね、年間皆勤賞最後まで盛り上げてくれました、本当に模範選手の一人でもあります。年間シリーズ58ポイントを稼ぎ出しました若松拓。年間最後の最後までチャンピオンを競い合いまして、最後本当にアイアンハートくじけることなく耐えに耐えた年間シリーズ61ポイントを稼いだ川島修。最後の最後によく耐えた。では3名発表いただきます。こちらの、ね、名前を入れたコメントを後に送らせていただくということで、吉村選手は、ね、2戦なんですけれども2勝ということで勝率 100% 見事な走りでの44ポイント。若松選手最後逆転を許しましたが、この辺りは最後までクリーンなバトルで、年間を盛り上げてくれました。大手川島修選手はお見事逆転シリーズチャンピオンです。車持ってもらって、ダップ楽しい。車持ってんか、佐々木さん、どうでしょうか、手が。いや、この前、持ち方間違えたな。これは上がらないわけじゃない。あとは、ほら、すごい。お、みんな元気だわ。さら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 はい、では、呼びます。カメラマンが気合入っております。みんなの気合入れてまいり、さあ、それではね、また特徴がありますので、受け取ってください。順番に話を聞いていきます。5億円でございます。1兆円でございます。さっきより増えたさすが TC マン。今度は3位から聞こうかな。翼選手ね、2000勝でのシリーズ3位ということでおめでとうございます。この1位想像しました？いや、全然想像してない。我々もびっくりしたんですけれども、はい、見事に3位ということで、こちらも来シーズンに向いてるかと思いますが、どうしましょう来年？来年はできる限り参戦してこの真ん中に立てるように頑張りたいと思います。期待しておりますので、見事に優勝第3位ですね、年間決まった吉村選手をおめでとうございます。あ、そしてですね、シリーズランキング1位で迎えたんですけれども、何やら届きませんでした。ただ最後の最後までクリーンファイトを見せました若田選手、第2位おめでとうございます。ありがとうございます。いろんな思いが、いろんな思いがあった最終戦だと思いますけど、今ここに立っていて率直な気持ち。いや、大変満足です。川島君が大変は分かってたんで、はい、全然問題なしですよ我々もどんなレースを見せてくれるか非常に楽しみで、毎回クリーンファイトで模範生のずっと代表選手なんですけれども、コースマーシャルの敵間の良さも非常に光っていまして、いろんなところでみんなの参考になると思うんですが、そのあたりも考えてやってますよね。まあそうですね、常にすぐ動けるようにということでまあそれはいいんですけどね、まあ、でも本当今回は去年本当カーペットがすごい苦手というか嫌いなんですけど、今年はちゃんとやろうということで一応準備をして、まあ、レースもね4位でしたけど、去年よりは全然マシなレースができたんで、本人としては大満足です。
まだね、いろんな思いはこの後あるかもしれませんが、また来年というのがありますので、はい、また改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、そして欲しくて欲しくてしょうがなかったビッグタイトルついに獲得したあの瞬間の表情を聞きましょう。先生、感謝してくれております。どんな思いでした、ゴールの瞬間。いや、もう感情高ぶっちゃって何も考えられない。頭真っ白でした。スタート前にどうなれば自分がチャンピオンになるかというのは計算できてましたよね。そうですね、若田さんとも話してたんですけど分かってました。そんな中で吉安選手の大釣りがあってすぐ後ろに若田選手もいて5分間長かったですか。すげえ長いです。過去一長い5分間でした。1年間戦ってきて最終的にこの位置に立ちました。今の思いは。いや、もう最高に嬉しいです。また来シーズンは今度は終わりの立場になるかと思いますけれども、もう早くお気持ちどうですか、次に向かってますか。そうですね、来シーズンの目標も自分的には決めてあるので頑張ります。とまず今日のところは容易に浸っていただきたいと思います。1年間通してナイスファイトでした、川島選手、おめでとうございます。はい、大好きを通してということになりました。今日も一日、あなたの客と参加者にしながらですけれども、楽しんでいただけませんでしょうか。ご協力いただきまして、最後まで楽しんでいただけたかと我々も思っております。ありがとうございました。はい、それぞれのまず一人一人にお話伺いたいところなんですが、ご遅くなりましたので、これで、お開きとさせていただきます。スピードキングツアー、テンスアニバーサリーの最終ラウンド第6戦、これで、終了です。皆さん、一日お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。また来週。はい、片付けおかげさまで無事終わりました。お疲れ様。ありがとうございました。頑張りましたね。頑張りました。10周年、ありがとうございました。本当素晴らしい。素晴らしいです。おかげさまで10年振り返ると、スタッフはね、本当に総入れ替えのように皆さんにこう協力していただいて、この今のチーム、もちろん一番最初のチームもあって、2回目、3回目とか皆さんの中で、今は本当にね、皆さんのおかげで、ありがとうございます。おかげさまで10年続けることが私もできました。はい、まあ、一つの通過点ではありますよね。そうですね、本当に、まあ、まさかこの10年、まずはしつこいですけど、やると、続けられると正直思ってなかったところもありますね。やっぱり難しいところもあるんですけれども、本当にスポンサー様のお力も、うん、いただきながら、うん、続けることができて、特に今年はカメラマン、YouTube、MC、皆さん、スタッフが良くなって、まあ、僕の中ではもう日本一だと、思っております。イベントの厚み、等に関してしては、他のイベントを超える、このイベントを超えるイベントは今のところはないんではないかなと思っております。まあまあ、そんなんじゃないんですけど、まあ、本当に今回もね、この矢田部、つくばも、まあ、コースが小さいっていう声もありながら、そんなの全く感じさせないところもありますし、今はコースが大きくなきゃいけないとか、どのっていうのはあまり心なくてないのね、え、本当にどのレースも非常に接近戦が多くて盛り上がりましたからね。そうですね、うん、と選手のスキルがすごい上がっているので、うん、レースレベルっていうのがとてもハイレベルになっているので、そのあたりも非常に嬉しく思っています。また次の10年に向けての。そうですね、で最後を締めますか。また次の10年、何歳ですか。いや、もう100超えるかな何歳ですか。同じですよ。100超えるかな。超えますね。もうみんなね、みんな、まあ、そんなことも言いながらね、次の10年本当に向けて、いける感じがあります。あります、あります。年齢というのは関係なく、うん、10年やれたんであれば、多分次の10年っていうのはもっと簡単な10年だと私は思っております。またお力をぜひとも貸していただいて、選手の方もぜひ出たことない初参加ですっていう方、ぜひ来ていただきたいなと思います。今回も初参加多かったので、やっぱり地元開催でなった時にはね、一人も多くの方出ていただきたいと思います。ここ今年は特に初参加多かったですね。多かった、各レース盛り上がりましたからね、はい、10年やった中でも、うん、初参加ですっていう他の方が非常に多かったのが印象的な、この10年目のレースでしたね。そうですね、次への弾みになりました。
はい、でもうあの来年もう取り急ぎ、開幕だけはもう決めてまして、はい、あのスーパーラジコンさん大宮店、4月第1週目っていうのはもう押さえさせていただきました。で、あら、スケジュール押さえなきゃ、はい、ぜひ押さえてください。またそのあたりはね、はい、ホームページ等で告知していきます。うん、はい、まあ、あとちょっと来年はそうですね、またその辺は後日で、はい、いやもうみんな疲れたでしょね、帰ろう長旅ですよ本当にね自動運転見ていた方も大変だったと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、で本当このねライブがあるおかげで本当に今皆さん見てくれてると思うのでね、すいませんね、いやー10年続いてよかったです本当に、本当にほっとしました。僕は実はね、ほっとしたってのが一番です。あ、そうですよね。はい。いろいろありますからね、大変なことはね。とりあえず、ほっとして、とりあえずアメリカ行ってきます。何しに、はい、今度12の世界戦があるので、5日後に早くと行ってくるので、とりあえず年内は、なんだかんだで、バタバタしながら、えのくんあれでしょ、来週アメリカで、はい、再来週、カズキカップだっけ、カズキカップです。あ、そうでしたね。カズキカップが終わったら、まあ、この YouTube で言うのも失礼な話ですけど、TCT/3 の発売もありまして、そうですね、本業ね、本業があるので、ちょっと1年この締めくくりは非常に忙しい非常に忙しい、くさせていただいております。素晴らしい。これも本当ね、皆さんのおかげで忙しくさせていただいているので本当にありがたいです。ありがとうございます。きっと来年も続けられると思います、はい、なのでぜひとも来年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんな感じで、はい、じゃあちょっと、はい、いいですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあまた来年も頑張りましょうということで、来年ももうこのスタッフ最強なので、もうまるちゃんはもうやる気になってるんで。あ、そうね、スタッフも増えたので、はい、入りましたはい、アット車検がさらに精度良くなりますので。はい、じゃあちょっと今何人見てくれてるか分かんないですけど、はい、まあ、このままはけてもらって締めようと思いますので。わかりました。じゃあ本当に、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。また来年もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、というわけで長々と続きました、はい、スピーキンライブここでね締めたいと思いますんでね、ちょっとこのままライブ締めようと思いますので、いや皆さん長々とお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあまた来年もね、僕はまめに YouTube 更新やこういうレースのライブなるべくやりたいなと思ってますので、来年もよろしくお願いします。それではちょっとしばらくしてね止めようと思いますので、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。